今週ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん亡くなったという衝撃のニュースがあってね、みんな驚いたと思いますけども、まあ、我々は太田プロに最初所属 で、はいはい、で2個上がダチョウさんなので、うん、まあ言ってみれば直属の先輩っていうね感じでございましたけども、うん、ねえディーブさんも共演されてましたね、はい、そうですね、あの結成して1年後ぐらいですか、うん、まだ4人組だったんですよ、うん、そうね、南部さんがいてね、引っ張りだこで、うん、ありとあらゆる番組よく会いましたけれども、うん、本当に楽しい方で空気が明るくなる人だったんですよ、うん、で、よくお約束のギャグはもう有名なんですけど、うん、それ以外のその場のアドリブも天才的だったし、うんうん、同じギャグやってもタイミングが違ったり、本当に、うん、綺麗な芸人だったと思うんです、うん、で、まあ、どういう事情があったのかは分かりませんけども、うん、今後はジモンさんとヒゴさん、もうみんなでサポートしたいなと思います、うんうん、ジモンさんとヒゴさんちょっと心配だね、あれ、うん、焼き場でコツ上げの時に箸渡さない方がいいよね、いやいや、そんなに絶対骨一人一人じゃない、そんなことはやらないと思いますからすね、うん、田中さん、三者子でもたくさんお世話になりましたし、そ、ね、そして爆笑問題のお二人とはタイタンシネマライブでも共演されていましたね、はい、ね、まあ、でもさっき言ったように、うん、本当にダチョウさん、俺ら太田プロ入ってからの付き合いだから、はい、言ってみればもう新人の時は一番古いんですよ、うん、で最初南部さんっていうね、うん、電撃ネットワークのリーダーがダチョウ倶楽部のリーダーで、うん、まあ、南部さんのチームみたいなのがあったんだけど、でそこからしばらくして南部さんが辞めるっていうん で、うん、でなんでっていうみんなで話した時に、うん、なんかそのやりたいことが違うんだって、うん、方向性が違うんだって言って、うん、ああそうなんだって、しばらくしたら電撃ネットワークで南部さんが出てきてサソリを加えてたんですね、うん、でその後ダチョウさんが上島さんがザリガニ加えてたんです方向性の違いってこういうことですか。そこは方向一緒だからね。ザリガニとサソリの違いだったじゃない。まあそんな先輩でした、ね。いやそんな先輩に分かってよ。ね、うん、まあでも本当ね、ちょっとみんな驚いちゃったと思いますけれどもね。田中さん、はい、キスされてましたね。あれね、嬉しいのよ。なんつうの。あの時初めて。あの時キス病にかかった。いやそんなことはないですけど。これで。ちゃんとなんか認められたんだって、俺をキスの相手に選んでくれたんだって思えたんです、あの時、ね、嬉しかった、あれ嬉しいんですよ、先輩から。だから我々ね、太田プロの時は、うん、とにかく太田プロライブ、鳥がダチョウ倶楽部で、うん、鳥舞が俺らだったんですよ、うん、で、太田プロライブをとにかくこの2組で盛り上げるんだ、だからもうライバル心むき出しで、お互い悪口言い合ってたし、うん、その頃はほとんど話してないのね。でしばらくして俺らが干されて、うん、また復活して番組で共演できるようになった時に本当に嬉しかったね、うん、うん、そっから喋れるようになって、うん、ましてやそのダチョウさん の一連のネタの中に自分たちが加われるっていうのは、うん、当時はそういう関係じゃなかったから、うん、お互い照れながらやったりして、あ、そうだった、うん、だからそういう嬉しさは結構ありましたね、うん、今回も本当に何て言うんですか、もうまだ何日も経ってないしね、降って湧いたような、うん、災難というか災害に遭ってるような、うん、もう日本中がそういう感じだから、うん、なんかこうなんていうのかね、受け入れられないのは当たり前だしね、うん、それはもう時間かかりますよね、うん、この状況にとにかく時間かけて慣れるしかないのかなと思うし、うん、まあこう言っちゃなんだけど、そうね、今生きてる人がもう一番大事だからね、うん、だから、うん、もうここのところずっと3年間コロナだ、うん、ようやくみんな息止めるようにして生活してきて、うんうん、コロナがあって、そしたらちょっとは良くなるのかなと思ったら戦争が始まって、うん、だから本当にね、息が吸えないような感じだから、うん、まあ俺は本当無責任だけど、植木さんじゃないけどね、そのうちなんとかなるだろうって思ってるから、うん、まあ一番大事にするべきなのは自分だからね、うん、って思いますけどね、うんうん、それから肥後さんのコメントには皆さんで突っ込んでくださいということも、いやもちろんそれはそうです、うん、もうね、うん、芸人は先に死んだやつは負けですからね、うん、それはもう何言われてもどういじられてももうしょうがないんですから、もう死んじゃってんだから、うん、だからその代わりだからそれが嫌でみんな生きてるんですから、そこは嫌でしょそういうことじゃないですからね、うん、でいじられるのはしょうがないですよね、はい、うん、
最後に今悩みを抱えている方、日本命の電話という相談窓口があります。その他にも様々な相談窓口が設置されていて、一部厚生労働省のホームページで紹介されています。